プリズムタワーは東京都目黒区大橋に所在する超高層マンションである。大橋ジャンクションの整備と一体で行われた大橋地区第2種市街地再開発事業によって建設された。大橋地区では最高層の建築物となっている。仮想会には店舗や事務所が入居する。再開発エリアはオーパス、目黒大橋と相性が付けられ、域内には メグロ天空庭園が整備されている。プリズムタワーはジャンクションの西側に位置しており、同再開発では東側にプリズムタワー、春光後クロスエアタワーが建設されている。また、建築物のトライアングル形状からプリズムタワーと名付けられた。再開発エリア、オーパス、メグロ大橋に誕生する地上27階建てのタワーマンション、プリズムタワー本格始動。 平成20年1月販売開始予定。東急不動産。https://www.tokyu-land.co.jp スラッシュニューススラッシュ20077スラッシュインデックス 02HTML2020 年3月7日閲覧。不動産ニュースターマンションプリズムタワー8年1月に発売。東急不動産ほか 不動産流通研究所。https コロンスラッシュスラッシュ www.re-port.net スラッシュアーティクルスラッシュニューススラッシュ000014236 00スラッシュ2020年3月7日閲覧。日経アーキテクチャ2013年4月25日号77ページ。高速道路と公園の融合から。 大橋ジャイクションマイナス建設コンサルタンツ協会。ありがとうございます。